皆さんこんにちは、ハラウフラウカワエルナです。今日は手を上げるときに肩が上がってしまうという方について、肩を上げないで手を上げる方法を説明します。手を上げるときに肩が上がってしまうというのはよくありますよね。これは見た目が美しくないというデメリットがまずありますが、それ以外にも技術的なデメリットもあります。どんなデメリットがあるというと、肩が上がると肩甲骨も上がっています。そうなると上半身のコントロールができにくくなります。肩甲骨は体幹と大きく関係しています。ということは、肩甲骨が正しい位置にあると体幹のポジションもいい位置にあります。ですので姿勢が良くなって背中の筋肉も効果的に使うことができます。ではどのようにした時に手を上げても肩が上がらないでしょうか。腕を6分割で考えるの動画で説明した通り、肩と肩甲骨を分けて考えましょう。で、手を上げた時に肩甲骨も一緒に上げないで、肩甲骨は下に下げる、手は上げて肩甲骨は下に持っていくというのがポイントになります。では具体的にやってみたいと思います。まず美しい手を悪いやり方でやった場合をしてみます。手を上げた時に肩甲骨を意識しなかったら、こう一緒に肩甲骨もこう上がっていくんですね。でそうなるとこう見た目も美しくないですし、背中の筋肉も使いにくくなります。で正しい例はどうやってするかというと、まず先に肩甲骨を下に引き下げます。下にぐっと強く引き下げたら、その力で胸が上がるんですね。その胸が上がる流れで手を上げていく。そうすると手を上げても肩が上がらず、きれいにまとまります。今日は肩を上げずに手を上げる方法を説明しました。ポイントは肩甲骨を引き下げるです。ありがとうございました。